赤丸チャンネル、パワプロ、パワプロ、はい、今週木曜日はパワプロの日ということで、さあ今日もやっていきましょう。はい、今日は何やるんですか。今日は円卓高校っていう高校をやってみようかなと思いまして、初めてプレイするんですけど、はい、ただこの間ネモさんに教えていただいたじゃないですか、だからそれを今日は踏まえていい選手を作ろうと。そうだね、だって前回までよりもいい選手、はい、作らないと、はい、ネモさんとやって意味ないもんね。そうですね。いや、ただパワプロの難しいところって新しい高校やると意外と難しいんですよ。まだ理解ができなくて。そうなんですか。もう全然違うので、うん、言い訳ですか。初めからちょっと言い訳しとこうかなと。いや、やっぱりその袴田チャンネルになってるのに言い訳してるとね、もうサブちゃんに行くことになるよ。なんでそうやってすぐなんか卒業させようとするんですか。なんかもうちょこちょこ言ってくるから、もうちゃん行こうみたいな。別にいいですよね。頑張りますよ。さあ、円卓高校、円卓高校、スタート。じゃあ野手作りましょう。野手、私最近もう名前決めるのに苦労するんですよ。もうじゃ あれでいいんじゃない。何ですか。袴田でいいんじゃない。松林って書いてるから。あ、もう袴田にします。うん、最近全部私家族の名前入れてるんですよ。マイとかカヨとか、 あのあれだね、アリエル、そういうのもね、よくやるよ。はい、ロールプレインゲームとかでもね、自分の名前入れたりするから。はい、そうですね。デッキこんな感じにします。ぜんざい、すごくないですか。ぜんざい、すごいんですか。はい、あのすぐ出ました。でもあれでしょ、で PSR っていう人の方がすごいんでしょ。あ、そうです。 PSR の方がすごいんですけど、 SR でもまあ十分いいです。そうなの。はい、ぜんざいはもうレアキャラなの。レアキャラです。それはもう引いてたらやばいねって感じ。あの、まあ、みんな欲しいんですよ。うん、だからガチャ回すんですけど、うん、無料ガチャで出ました。つながってんじゃん、電波。つながってない。じゃ皆さん、あのね、これ私の個人チャンネルで、あのガチャの出してるんで、あ、見てくださいね。見てください。つながってる、つながってる。神引きしてるんで。はい、つながってるでしょ、展開と。つながってないです。はい、じゃあ私のマブダチ、あ、今この次元ボックスだって、あの、はい、ネモさんからね、はい、優先順位は彼女を作るが一番だから、ね、やっぱりそうなんですよね。だ、恋愛成就持ってきましょう、すぐできるように。じゃあ育成します。佐藤、本当は、あ、でもちょっとパワードリンクを迷うけど、ないか。長い歴史を送る名門だよ、円卓高校。この学校にはあらゆる物事を占うことができると伝わる円タル、あ、読めなかった。各地のウィーム、この円タクルスに導かれてほしいですよ。でも敗退してるやつ、はい。日本一を目指すぞ。よし、新チームの方針をエンタルクスで占おう。俺たちが力を入れて取り組むことは。エンタクルスで占うの。はい、聖杯。聖杯って何のこと。こうして俺たちの最後の1年は謎とともに始まった。謎、分かってんだ。分かんないです、みんな。聖杯の項目をつけ出す、エンタルクスの話か。高松さん、エンタクルス、エンタルクスじゃない、エンタクルス、エンタクルス、エンタクルス、はい、エンタクルス、オッケーです。エンタクルス、さっき俺言い直したんだよ、だから。あ、ありがとうございます。カタカナ苦手なんですよ。エンタクルス、はい、エンタクルスは聖杯の伝説の、そんな悪い話じゃないと思う。伝説、なんか知ってるのか。荒れた大地を蘇らせるだろう。聖杯を手に入れたら、甲子園優勝間違いないってことですかね。聖杯探求をしろと命じられました。それで優勝できるのは苦労しなくて、そうですね。まだ聖杯を手に入れるのもやっぱ苦労するんじゃないですか。ランスロットだって、はい、留学生。さあ、じゃあ練習しましょう。でまずはやっぱりイベキャラを上げていかないといけないので。彼女じゃないの。はい、彼女なんですけど、いないんで。じゃあ、ぜんざいいるよ。はい、ぜんざいは彼女じゃないんですよ。あ、そうなの。はい、東條くんとかいるし、うん、じゃあもうソウルいきます。あ、くねちゃん、くねちゃんとももちゃん、 SP いるかな。はい、しらくん、お、すごい、すごい覚われてる。崎山さんで。ちょっと似てますね。ぜんざい、あ、くねちゃんいた。
じゃあ、くねちゃんいきます。くねちゃん低いね、最初。エピちょっと見てみましょう、うん、あ、だからこの、これ調査するってことですよね。そうだ。でも今調査可能人数ゼロなんで練習しないといけないです。なんか、あ、これがエンタク、フルス、フルス。こうなんか多分どんどん回っていくんですよね。ミネちゃんいない、クネちゃんいないし、これいいかな、3つもあるし。さあ、エピック、今もうできるから、体力は、いきましょう、調査する。ネモさん、ネモさんメモによると、はい、野手のコツは、ミートとパワーを優先的に上げる。はい、パワーヒッター、弾道が 3.5 で固定されるってあります。はい、能力上げるときにそこ意識しましょう。そうですね。どうしようかな。あ、くねちゃんいるな。本当だね。うん、私走塁バック上がるな。なんか2人勧誘できるし、うん、9% だからいいですよね。うん、 9% だ、一応怪我はね、はい、怪我率が 20% 以上になると基本的に休む。はい、あのメンタルは 15% ほどしか回復しないから積極的に休むってこと。そうですね、はい、初めの方は積極的に休みましょう。はい、ネモメモによると、はい、ネモメモ言いにくいな、ネモメモ言いにくいですネモさん見てもらう。あと1ターンでエピックの感じですね。ただこれがもう怪我率がやばい。もう休むだろ。はい、メンタル、あ、でもいっぱいいますけど、でも書いてますよ、積極的に休みますか。休みましょう。ネモメモによると、ここは休みましょう。さて、エピック調査可能人数3人、うん、やっちゃいますか、うんうん、どんどんやりましょう。練習、おびっくりマークついてるからこっちの方がいいか。んネモメモによるとね、はい、優先順位は彼女をつくです。クネちゃんいきますか。ちょ、走塁バック上がるけど、練習、これどんどん回した方がいいんですよね。エピックになるのを意識して止めた方がいいらしいですよ。これはエピック通り過ぎない方がいいんですか。エピックの上に止まるようにいけばいいんだ。こういうことですか。あ、これ、あ、これだね。じゃあつくもくんがいるところで決めて、じゃあエピックで、ほら、うん、あ、でも必要が6人だ。だからもうちょっと待てばいいですよね。うん、そうだ、今可能人数4人だから、ね、はい、これ次もうちょっと勧誘して、ちょっとあれだよ、あ、怪我が、メンタルにします。エピックやってください。エピック、はい、の真ん中にある4人4ターンって書いてるやつを、こっちか、まず一番積極的にやった方がいいですもんね。はい、そういうことか、うん、まずそれを、じゃあこっちやっちゃいますね。そうそうそう、はい、清掃活動を開始しました。スペシャルタンクあるんじゃない？ありますね。でもこれにしましょう。あ、でまたエピック止まりますね。うん、そうだ、はい、お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 、あ、でも体力がない。これはもうやつぶしかないんだよ。そうですね。あ、エピックやっぱいっぱい増えましたね。まあでも一旦これ休みましょう、うん、もうよし、そうそう、スペシャルタンクある。スペシャル、あ、そうですね、調査家の2人か、ここだ。したらちょっとエピック、あ、今5人なので どこも行けない。あ、行けないですね。じゃあ練習だ。クネちゃんいないのかな、彼女早く作らないとない。そうですね、クネちゃんいないですね。ここかな、うん、足爆弾。また足爆弾？よつきゃるね。また足爆弾、そんなにあれなんだろう。はい、ついちゃうんだ。ネモメモによると、はい、足爆弾は無視です。はい、無視ですね。はい、無視します、はい。爆発しようが無視します。はいはい、はい、足爆弾毎回つくね。そうなんですよ。ピーチャーつくと肩爆弾つくし。お、セクション、あ、終わったね。あ、でもなんか双剣剣点がなんとなくこのセクション1で1000点いってたらなんとなくこういいの、私的にいい感じですよ。じゃあもうすぐ行っちゃいます。次、はい、次気になる。あ、エピック完了、完了。あ、スペシャルタックついてる。エピックが今7人なので、あ、じゃあこの真ん中の5人、うんうん、
ランダム報酬調査します。もっとじゃんじゃん増やさなきゃいけないね、調査できる人、はい、会員しないといけないですね。あとスペシャルタイプがあるんで、あと彼女は、へい、彼女、彼女がもうあと2ヶ月しかないよ。はい、でもちょっとクネちゃんいないんですか。いない、でもここしかない。ちょっとメンタルで跳躍します。あ、エピックまた参加できますね、6人のところとかな。こっち行こうかな。はい、調査します。お、タッグが結構、あ、でもこっちの方が提言点もいっぱいもらえるかな。あれ見た方がいい。はい、コツと技術1、2、3。あ、でも勧誘はできないですね、こっち。本当だね、全く。右は、あ、こっちいっぱいいる。あ、こっちの方がいいんじゃない。こっちにしよっかな。うん、クネちゃんいないね。そう、クネちゃんもいい。まだ光ってるよ。はい、あ、打撃が光ってる。クネちゃんも全然いない。あ、いたいたけど、でもちょっとスペシャルタッグあったらスペシャルタッグ行きたくなりますね。そうなの。でももうあと1ヶ月しかないよ。クネちゃんオレンジにしたいですね、うん、こっち行っちゃう、うん、だって第一優先だもん。あ、でもやる気が下がりますとか、エンタクルスのクリスマスまでに作りたいですね、うん、行きましょう。クネちゃん行きこうか。ああ勧誘できるし、3人。そう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 。もうスペシャルタッグ無視よ。あ、ここついてます。あ、でもみんな調査中だ。これじゃん。もうタッグは後に、後からいっぱい振りましょう。エピック？さあ、エピックちょっと、今6人いるんで。うん、あ、真ん中行ける。真ん中行きましょう。うん、ランダム練習。さあ。あ、怪我率が14か。いんの？彼女は。え、彼女。いるよ、いるよ、いるよ。17% 掛け率。うん、20% 以上は基本的に休むって。はい、17だったらまあまあ行っちゃいなよ。行っちゃいますか、行っちゃいますか、うん、なんかこう迷いますね、スペシャルタッグがある。彼女っしょ。もう彼女行っちゃいましょう、うん、もう行きましょう。大丈夫だ、大丈夫だ。よし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 、いない。もうこれはさすがに休まない、休まないと。あ、もうクリスマスだ。練習できないで、メンテですか。そうですね、うん、あ、大丈夫。あ、クリスマスダメだった。ダメだったね。ダメでした。クネちゃんいない。じゃあもうスペシャルタッグ行く、うん、恋愛成就持ってきたのにね。え、やるべきことやったのにね。はい、かなり追いかけましたよね、うん、あ、初詣も。初詣も一緒に行けなかったですね、うん、初詣どれにするんですか。これいろいろなポイントをもらえる。体力が 30%、 やる気が2段階上がる、体力が上がる、モテモテになるです。はい、モテモテになるにしといた方がすぐ彼女ができるか。モテ、まあ、バレンタインまでモテモテいっちゃっとく、まあ、行ってきましょうか。ああ、まあ、彼女は作りましょう。ああ、これで評価上げておきましょう。13上がったからね。はい、もう来ますよ。もうこれ、はい、帰りに出会うんちゃう。出会いますかね。あ、来ない。ここめっちゃ勧誘できますね。うん、いいか、いっぱい勧誘しよう。エビックも大事なんでしょう。大事だと思います。じゃあ休みます。あ、もうだってこれ以上上げる必要ないんでしょ。あんの。いや、でもピンクですね、うん、そしたらもう待つしかないかもしれないですね。そうそうだね、うん、でも筋力いっとけ、筋力いきましょう。勧誘もしたいし、可能だから、ね、はい、うん、もうこれだな。エピック、あ、じゃあ今9人いるんで、うん、真ん中いけるね。あ、いいですね、いいね、これいいね、いいね、はい、いいね。さあ、タックで勧誘した方がいい。そうですね、うん、これでいきましょう。はい、セクションクリア。 あ、でもまあ2700いい感じじゃないですか。いい、はい、はい、さあ、ちょっとクネちゃん、うん、そうですね、バレンタインまで大丈夫。
でももう次ぐらいにいける。いけるいける。それでしょ、勘でしょ。勘。いやでもあのイベントが来たらもうっていうのはなんか見えてるんですけど、ね、なかなか来ないんですよ、うん、もういつ来てもいいのにね。そうですね、うん、恋愛成就発揮してるのかな。でも俺エピック行っていっぱい溜まるから、はい、何気にうまくやったらすっごいいい選手作れるんですか、うん、もしかしてセクション4ぐらいでガーって来るかもしれないし、ね、はい、期待です、ね、とりあえず、はい、来週初めに、うん、3の初めに、はい、あの彼女ができて、はい、できる。あとやっぱ気になるのがね、はい、足バクだ。あ、足結構痛んでましたね、うん、はい、そこがね、ちょっと爆発しないように。でも通院に逃げたくないんだよな。通院は行かないよ。行かないです、ね、スパルタだから。はい、そうですね。はい、スパルタで行きましょう。スパルタで行くからね。はい、はい、ということで、はい、次週もお楽しみに。